続いては岡江久美子さんをお迎えしてのビストロスマップ。収録の合間のこんな会話。お疲れ。派手な直帰で、ええ、ベスト直帰じゃないこれ。ごめんね、死後の歌詞な古いんですね。私ですぐね、エモンかけって言っちゃうんですよ。今ハンガーでしょ。エモンかけって知らないでしょ。ハンガー、あれこの本なんつだっけ。エプロン、エプロンのことエモンかけって。あれは前かけでしょ。前かけ違う、エモン。さらにもう一本、ポテトと芋を使った野菜料理。ポテトと芋は同じでしょう。